やっぱり見とれちゃいますね、スケート見てて。年代ちゃんみたいになんかいろんなバリエーションの表現ができたらいいなと思いますね。たまに練習一緒にさせてもらうんですけど、かなり練習熱心で、本当にすごい。大ちゃんもすごいです。ステップすごい上手なんで。大ちゃんも。でも世界一のステップってね言われるぐらいの。なんか僕いやすごいんですよね。すごいですね。こういつもねこうアップでっていうかこうステップとか何種類かこうガーってやるんですけど、それが上手くて尊敬してますし。なんか妹みたいな感じですか、高橋選手から言うと。そうですね。なんかたまに最近あ大人になったんだと思って、あのなんかそうちっちゃい目で見てたじゃないですか。そんなことないんだな、女性になったんだなっていう、ちょっとたまにちょっと寂しく感じることもあるんですけども。